5人。
ム戦ではなく個人戦で、全員総当たりの5本センチぐらいでもいいぐらい、方がチームをうまく決めるみたいなことを考えてたんですけど、これちょっとラストにして普通に個人戦で5本戦する。おお、お、いったー。はい、じゃあストップしましょうか。暑い中お疲れ様です。ジョンドさんどっか行っちゃった。入り口の方にいるのか、今いないので、これこのメンツで。じゃあ本日のイベントは個人戦で、あ、いた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 。やってます、やってます。まあいいですよ、いいですよ。そしたら個人戦で、まあコンセプトマッチっぽいやつでいきましょうか。はい、あ、これはね下にしておきましょう。こっちにしとこう。3、あ、ゲームサウンドでかすぎる。あ、ごめんね、これですな。はい、ゲームサウンド減らしました。 OK。 じゃあまあキャラは何でもいいんですけど、総当たり5本選手、総当たり5本選手。あ、何、リーグ戦だよ、誰も。はい、で、まあ、一番勝ったやつが最強ということで、キャラクター自由です。5本選手なんで、その試合の途中で変えてもいい。なるほど、はい、という形でやりましょうか。じゃあまあくじ引きで最初の試合だけ決めちゃいましょうか。5本選手、4本選手、4本選手、4本選手です。4本先取り。ちょっとね、一つ思いつきました。相撲たりなの変わらないんですけども、昔全日本プロレスというプロレス団体でやっていたルールで、縦が日本人、横が外国人の総当たり、日本人同士当たらないというやつがあったんですね。それちょっとやってみますか。うん、じゃあそれチーム分けでうまくやれば面白いかも。で、縦チーム対横チームの、まあ、団体戦みたいな感じだけど、一応個人戦という形で、はい。で、レジェンドさんと僕も入って、じゃあ縦対横3対4になっちゃうか。じゃあ僕抜けときますか、とりあえず。もう一人来てくれればね。うん、じゃあ向こうで白い紙持ってきてください。白い
はい、それではご会長です。黒の一番、お、いい沼くん、はい、黒の2番がレジェンドさんです。黒の3番、無限、無限ヒデってことは焼き鳥小江戸2回転ですね。3番が小江戸さん、いや赤の方が少ないから。間違えた、小江戸2か、そうだね、そうだね、はい、今日は、総当たりなんですけど、縦チーム対横チームと、で黒赤でもう分かれましたんで、はい、それではやりますか。で4本選手ですよ、覚えておいてくださいね、4本選手です。じゃあ飯沼焼き鳥からいきましょうか。ワンピーツーピーどうしよう、じゃんけんでいいかな。最初に出すキャラは申告の方でいい方がいいですね。飯沼焼き鳥じゃんけん、はい、4本選手です。キャラは、おうおう、さあというわけで始めていきましょう。次僕とレジェンドさんやりますからね。さあ飯沼くんが選んだのはガイル、そして焼き鳥が選んだのは、はい、ザンギエラ。さっきもねザンギエラずっとやってましたからね、はい、さあ今日は、はい、バルログを練習しに来ましたみたいなことを言ってもらってたんで、ね、バルログを練習しに来ましたみたいな。バルログ、はい、焼き鳥さん、焼き鳥さんです。あ、マジですか、じゃあ後で超やりてえわ今バルログちょっと大好き、週間入ってるんで。おお、おっと、飯沼くんいいですね、さばき方が非常にいいですね。マニュアル通りやりすぎると最近のザンギはその辺結構簡単に、いや、ひっくり返してくるんで。まあそうですね、マニュアル通りやるとどっかで爆発起こるんでザンギ側が、ね、あ、さあこれはでもまあ大丈夫、これまだ うわ、タッチガードが見えてしまったのでスクリュー確定、ダメですね。さあ高尾、高尾ここから、お、行く、いやあれはね大丈夫なんですよ、大丈夫、あーダイエットスクリュー死ぬ、ジャンプ中パンチの先端で飛ぶとその後しゃがみ中パンソニックまでは絶対に逃げられない連携なんで、はあはあはあ、ダブラリーも普通に潰します。おー、なるほど、さあうまい、クータイク、あー膝で潰された、さあこれやばい、ダイヤ我慢、あーそれはよく見とけばよかったのに、今の投げ返してよかったですね。おー、なんだここから、あー最後中パンバレー、まず1本取ったのは焼き鳥、さあ飯沼さんこのまま続行か、それともキャラ変するのか。俺が信じたキャラは、おっとおっと、今キャラ被ってるし、さっきいい試合したからこれでやっとこうというやつですね。さあ EG でもガイルで勝ちたいんだが、開幕バニシング、うんね、あ、いいですね。しかしこれで我慢が多いのがちょっと見えてしまいました、はい、ダイエットマソニックぶち上がる、ジャンプ強キックのダイエットなんですけども、はい、前の判定は小さくなってますが後ろへはでかくなってるんで、はい、飛び道具置いてあると普通に踏みますね。それと対になってるのが当ててくるやつ、おー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 、それだとヒットストップで飛び道具が下を抜けていくと、うんうんうん、いうことになるので、もう読み合いですね普通に、うん、サマー、さあここからソニックは、ザンギはフォークと違ってどこまで行っても読み合いは最後残るので、そうですね、さあここから、うわー、さあ若干が低くてもダメ、あー
2回目さあ高尾2コンボ達成ですね。あれこれ配信動いてんのかな。あれ動いてなさで分からん。あーこっちは大丈夫そうだな。こっちは大丈夫。さあ画面端が近くて若干矢口だがどうする。こっからさあソニックでなんとか追い払っていくタイプ。あーさすがに見てるよと。さあしかし画面端が先出し相打ちだがガイルが痛いピーラリだった。我慢して、うん、あれあれトリプルサマーエンドレスサマーだね。おーっと拾っていく。ヤヒトリさんがちょっと苦い表情を漏らしているが、さあここでヤヒトリさんが何のキャラを出す。始まったまあガイルはねいけますよこれ。なんかあのチューブの方であれですよね、伊藤ガイル対マオバルログやって、そう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 、ガイルが有利っぽい感じでしたもんね見てて。あのねヒョウ最後の最後まで見てるんですよ。あれ気持ち悪いっすよね。さあここからあーバレてる。でも安いんですよね。うん、あれテラーが入らないので。はい、おっと相打ち。さあ焼き鳥さんチュンリー戦は俺といっぱいやってるのでチュンリー戦は結構自信あるが、ガイル戦はさあ痛い。あーピヨってでんでんでんいってスライディングだよ。ちな出る、うん、スライディングがクソすぎて。そうですね、やばいんですよね。スライディングサマー疲れますからね。マジでクソですよ。あれはスバットでなんとかする今の感じですね。そしてでもスバットを見られると普通にスライディングで終わるので。はい、さあサマー切って裏転、まあね、切ってガイルも飛ぶ方がいいですよこれ多分。さあ相打ちは悪くない。あー行って汗をあるのか。おうよく打った。しかしあーあー相打ち、相打ちやはり一つで唯一武器を持ってますからね爪っていう。ずるいですね。さあ DJ にこれはめくりで殺してやるよと飯沼さんが。まあガイルやってる場合じゃないですねこれは。そうですね。さあ投げ返して、まあさすがにバルログ戦は DJ の方が楽でしょう。そうですね、まあ、マジか。まあ今のはタイミング悪かった。いやー今の投げて、いやーフェール。さっきから受け身がない。受け身は取った方がいいです。うわー円大パンが。円内パンは、はい、結構しゃがみ中キックに弱いので。ああこれですね、これですね。しゃがみ中キックを打ったら当たったら、はい、先端だった場合は普通はめくりに行けないんですけども、はい、頑張って前に歩いてめくりに行く、うん、それをちょっと近めでやることで、あのテラーを空中で潰しつつ、しゃがみ中爪すかしは上から踏んづけると。へーいう感じで伊藤さんはやってました。高いですね。あさあ役所リーチ、これあれですね、受け身ちょっと取らないとまずいですね。受け身取らないとループしますからね。受け身取らないとループする上になんかダメージもめっちゃ痛いっていう。さあ今3対1、3対1、3対1。さあ撫でて受け身、受け身、受け身、受け身。さあ露骨バルログ。いやこれが強いんですよ。露骨に行けば行くほど強さがしっかり。あ前のアルティガード、今のアルティガードは随ですわ。いやそんなのやる必要がないんですよねこれね。随もクソもないからなんでやる意味が全くないですね。まあ確かに。さあ相打ち、大ローリングで近づいてきて、これは手前落ち、受け身投げ返した、よく投げ返した。さあしゃがみダイパン置いてあって、おーまい、また投げる、投げ返す、下がっちゃった、はい、下がるはまずい。ああ画面端投げる、だいや千鳥さん4勝ですね。おしまいです。はいおしまいです、はい、じゃあお次はレジェンドさんが 1P の僕は 2P 側です、はい、ど
うやって書こうかなこれ。じゃあ、先方の、まず最初に使うキャラクターを僕に教えてください。画面はこれローカル固まってるんですけども、こっちがちゃんと動いてれば大丈夫です。はいはいはい。ミカさん何です？わー熱い。さあどうぞ始めてください。あ、緑のボタン。あ、何でもないです、大丈夫です。さあ行きましょう。レジェンド竜対ニカ S 竜。さあこのみこん、さあこの組み合わせ、あーこれ出てくる。お互いこの横押し強いんですけど、やはり無敵昇竜持ってるんで。さあ飛び込みが痛い。さあ踏んだ。 S キャラは投げろっていうのはもう基本常識なので、できれば投げたいが言って、なんだこれ。しかしあるのか。あー振り向き弱小竜無敵、もう何も怖くないという言わんばかりに弱小竜打ちますね。まみりませんね今のは。うわうまい。大足の疲れに大足を差し返す。さあこれは大足。さあ波動をよく打った。さあこれで前は離して、中小竜。さあ竜巻相打ち、しかし越えてない。これは美味しい。さあこれで飛んでくるのが2回転する。うわーやべ、なんだこれ。あーレンガですね、しょうがない。はーい。さあ レジェンドさんキャラ変えてもどんどんいいですからね、途中で。さあどうする。さあ竜でとりあえず1回は同じキャラで勝ち点だと、これプライドですね、こういうプライド大事です。さあ飛びが露骨、中足波動でピオリーチ、ピオリーチなんとかガードするが、ピヨってデンデン減る。さあ開幕波動、さあ竜の波動拳は発生までに10フレームかかるので、肘をしっかり見ればわりかしアルティガードとかがやりやすいキャラではあるんですけれども、ただやっぱちょっと S になるとね、なんかちょっと違う感じが。しかしここで代々入って、さあちょっとやり直し、ゲージも持ってるので竜若干有利か。うわ踏み込み大足。いやーこれは打ってくる。うっ、いやガン打ちだな。合わせてフルヒット、まだ巻きてるぞ。中合戦。さあ個人的にこう僕竜中によくやってて、鎖骨結構見えて立つこととかテンション出してるとかあるんで、割と鎖骨も10フレームだったかな発生だから、割と見えるっちゃ見えるんですよね、意識してれば。でも意識しないと難しいという。さあこれは見ている、波動波動波動、どんだけ。え、あマジですか、中ボス10フレームでしたって。え、あ全然勝てない。さあレジェンドさんが今ゼロ、ニカさんが2本取ってる状態ですが、さあやはり上なのか。しかしこの上を通すために、さあなんとか空中で迷いを消せれてるが、波動拳が速い。なんだこのキャラ。さあレジェンドさん一矢報いたいが、さあ投げ返した2ヒットにはならず。いやー大足の光に大足、
パス待ちが 2回ガードになるが、さあこれ美味しい、どっち、さあ今のは多分しゃがんでれば使ってたやつかな、さあ波動波動と昇竜拳、うまい、今のはうまいですね。さあ相打ち、立ち台程度ダメタイプキックが相打ちで、しかし露骨に前に来る S 流の強さを存分に、あっと、さあこれは分からない、あ投げに行く、真空でゴドッと削って立ち台程ヘール、やばい、あーガードしてしまった、ニカさんが3連勝、もう一回もう一回、レンズさん 4本選手です。さあ最後まで竜で、さあ飛びが落ちない落ちない、そして波動が速い、さあなんとか切り返したいが、ここで飛びが入るが、ゲージ回収がどれだけ間に合うか、ダメージ取られる前に、しかし波動が攻めて減る、大剣減りすぎでしょ、ひどいキャラだ。さらにこの性能に加えて前ジャン竜巻が2分の1ガーフでしたっけ。さあうまい、波動を打つタイミングで前に入れるだけのお仕事、さあ弱小で切り返して中国勢、うっ、さあこれは飛んで落ちて、さあ踏まして、さあお互い我慢の時か、しかしニカさん飛んでくるぞ、あーさすがにあの前だと見てからはちょっと難しいですね、しかも中華大だったんで波動拳が、さあ飛びが落ちない、飛びが落ちない、あーびよって、あー終わってしまった、2回転が4連勝。さあ次小江戸対無限でいきましょう。はい、中ゴスの発生って何フレームでしたっけ、後で見ましょう、はい、はい、でも結構見える感じがしますけどね。調子いい時はですよ。さあ無限がダルシム、そして 2P 小江戸は龍、おっと大和スタイタスマキ、これはかっこいい。さあそして無限は足元がおろすぎる、全部上に一歩だった。さあ勝利入んない、さあ目の前でダンスを踊っているがインフェルノ、これはダメですね。さあこれはおっとフレーム引っかかってしまう、ジャンプ強キックのモーション次第ではあれは避けることができますが、さあショーリムガード、さあゆるどり入って目の前で外足がスカルマイ、これめんどくさいからの、さあ技を押さない、ダイスラ入って無限がノリノリ、ゆるどり、ゆるどりはやりすぎでは、あーっと引っかかってインフェルノ、こすりバレバレ、ダルシム使いのあるあるなんですけども、スラストを信用しすぎですよね。スラストが強いのはまあ知ってるんですけども、さあ勝利を受けて勝利を当てて、これはダイスラン、今のは真空読み合ってはいるが、さあドリルを
おお、勝利で引っかかって、さあスライディングが多めね。これは真空警戒、どうな、どうなる、さあゆるどり入る、よし、よ、詰めて最後は投げ、まずは無限が1本、次ここさあ来ましたね、コエドバルログ、ベガ使いはすぐにこれ、さあコエドバルログはなかなか前に行けない、うわーっと痛い当たり方、スライディング、そしてドリルで逆襲、無限がこれ勝っちゃうのか、さあしかし、おおやりますね、さあ相手側の壁に飛んでしまうと逃げられる距離に制限がかかりますので、インフェルノはほぼ食らうと言ってもいいでしょう。お、なかなかうまい、ひょっとして、さあなんか地上戦が成り立っている、あとはヒョウに対して、おー、ぶんねーが、あ、ここでドンドンドンと、さあまあキャラをかぶせた以上はこれぐらいやってくれないと、スライディング掴んで端っこ、さあノータイムでのこすり投げをまずはなんとかしないといけない、さあこれはフレーム、まあしょうがないですね、フレームちょっと安いか、あそこは殺しに行きたいところ、さあ後から伸びてくるやつ、チューチューチュー入って、さあいい勝負だが、あーテロ、さあコエド取り返して、無限はどうする、キャラは変えるのか、何でもいいから早く決めてくださいね。お、ホンダ。さあ開幕、これはおっとバックジャンプ入れっぱなし、完全に試合を捨てたバックジャンプ、おお、お互いボタンを押しているだけ、スーツキは水ジャンで落ちませんね、投げて、これはありですね、100貫、おお、ダイヤシもらう、さあ100巻と頭突きがめんどくさいので、バルドグ側も簡単ではない、テラーで返す、こういう表は重なるんですが、あの100巻逃げに対してスライディングでお釣りを入れないとループしません。あっと、あそこは4ヒットを狙えるところ、あの4ヒットピュレますからね。さあ水ジャンはダメだと、おっと、しかし高すぎた、ニーアーさんもあそこでカラジャンプボイチをやってましたね。いて投げピオル、テラーテラー、おい、できなかった。さあバルドグが出て簡単に出てくるという、バーサスあんまかぶせルールやんないですからね。お、うますぎる。さあバレている、コエドが2連勝、これで 1-2 ですね。さあドリルをうまく使って、まずはダルシム側が触るとこから始まる、ヨガファイヤーにほとんど意味はない。さあしかし奥攻めがちょっとぬるい、掴んで殺せ、はめるんだ、
さあこれは危ないところ、おーっと、さあ、あっとっとっと、さあぴょんぴょんぴょんと飛んで、本当に簡単なキャラだな、確か完全に見てから、ま、ベガでも同じことできますからね。さあ地上戦、おおピオル後ろに投げる、日が狂っている、端っこで掴み殺さないといけないのに真ん中に逃がしたという。さあ無限がなんかのらりくらりやって結構体力かかっているが、スパコンで逆に、おっとめり込んだが、投げたのはザルシム側、さあスライディング、スライディングはきつい、スライディングがきついのでドリルが多め、さあ高いドリル、めり込もうが関係ないという。おっと2ヒットしたが、あーさあおお投げ返される、小江戸が3連勝でリーチ。さあ最後もダルシム、このかぶせルールというのはお気づきかもしれませんが、早めに勝っておくとすごく有利になりますので、さあ詰め詰め詰め、前に歩きまくって食らう、投げる、あれは本職じゃないのでちゃんと重なっていないというやつですね。まあ、2択になる高さだと投げ前まで落ちてしまうと投げ角を取られます。あああと3段1つできないぞこのバルログ、ゴロ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 、インフェルノがガード、さあ爪は拾えないが待っててもしょうがないぞこれは。あー一回削られる、あーさあ無限どうする、おうまく対応しているぞ、さあ爪は拾った、うわさあ無限取り返した、さあベカが出てきましたね、メインキャラ、さあ拾ってこすっている、このこすり技が全部強い、しかしダブルニーアイストロ、あっと詐欺飛んでいなかった、ナイトメアを食らってしまう、あそこはシュースラーあたりにするとナイトメアが向こうに行ってくれて美味しいですね。さあスライディング入って、さあしゃがみ強パンがクリーンヒット、さあしゃがみジャックパンこすっている、さあナイトメアもろぐらい、これで勝負あり、小江戸勝利。あしかし 4-2 だったので検討したと言いましょう。はい 1P どっち、はい、はい、では次の試合飯沼くんと僕ですね。最初はグーじゃんけんほい、スーピー
さあ焼き鳥バルログ対ヒデチュンリー、まあ、ヒデ君はこれ一本でしょう。焼き鳥はいろんなサブがありますが、あと逃した。天正客は弱中強非常に見づらいので、さあどっちかわからんぞ。これ表に見えるが裏か、さあおーっと、スカってさ背中蹴りしかやっていない。バルログとチュンリー一体何が違うんだ。おっとテンション出ない、チューチューもらって、あーっと釣られた。今度は出てくる、うわー、いていていて、あーうまい、めんどくさい動きをしてくる。確率に対して前に歩いて投げましたね。あっと死んだか、しゃがみきょうパン、これまあしょうがない。しゃがみきょうパンで許してくれるんならチュンリー側としても同じでしょう。さあ早くも攻略が進んでいる焼き鳥バルログ。さあ天章これは戦列ぶっ放して、あとは爪を守るだけの仕事。これは爪を拾った、あーお電話、いきなりお電話案件。まずはヒデが勝利。うわー、さあ開幕100列はバルドグといえども手が出せない。さあ2段入って、おーあっとっと、これ入らないんですよねバルドグ、めくってもさあ掴まれてしまう。とりあえずテンションを出して、とりあえず戦列も出して、ヒデチュンリー放出系の能力者ですね。スピンニングで避ける、さあここは読み合って中足中足、まあ、バルログなんだかんだ言って下段がお留守になりやすいという。さあふんわりとした小の軌道、後からレバーを入れてくる、これがかなりめんどくさい。さあいい反応した、背中蹴りに苦しんだので対策を考えた。投げるビンタ対空、バルログに対してもやろうとしてるのすごい。さあ高め飛び、背中蹴りどっちに転んでんだ。百列、さあこれは防御で使う、あーっとオーラが出なかった、なーげこれは通る。もうチュンリーと同じなんで歩く速度もほとんど変わんないですからね。さあ見えないのが重なっている天正客、今度は埋まっていた背中蹴り投げる、ここまで4セット。さあ通常技耐久を潰すのが非常にうまいが、これで離れたのでまだワンチャン。さあ戦列背中からの、背中からの投げ返す、 OK いいよ。ああ焼き鳥フォークを使ってる時より全然楽しそうだ。バルドグってキャラはそういう力がありますね。さあ全部背中下段、背中背中、うわーこれはうまく当てた。テンションを透かして戦列をぶっ放して、もう一回爪を剥いでやろうと。さあ高め投げる、うわさっきからこれがうまい。さあ飛行剣頑張ってバックジャンプ、頑張ってる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 が、飛行を打つと飛
来るよ。あーバレていた。そう面白いこのキャラと。サディスティックな笑みを浮かべる焼き鳥。まあ、大体答えがついてくるのがバルログのいいところですね。ダルシムよりもよっぽど答えがついてきます。さあここは1回はガードしないと厳しい。さあ踏みつけ逃げる百列。さあまずは百列バリアも何とかしたいところですね。さあ通常技対空が機能しているということは早詰めが怖いぞ。さあうまい本体に当てていく。あっとこれは危ないよ。スライディングテンション待っていたが戦列が出ない。さあやることがなくなった。普通に行くだいや一人が人間だというところを見せていく。さあ何使ってもいいですからね。というわけで焼き鳥はメインキャラのバルログ。あの焼き鳥がこんなになっちまって。さあ百列ふざけてる。上り強キック。この辺を使われ始めるとバルログもかなり面倒くさい。さあ今のは落ちなそう。しゃが詰めすかしですかね。おそらく正解は。さあ大貫くんも言ってました、最終的に一番きついのは開幕バク転でゲージを貯められることだと。チュンリは守るしかないのに何もせずにゲージが溜まってリスクばっかり増えていくよということを言っていました。おっと引っかかった。背中どっち行ってんの。そしてうーおーこれはチュンリーの鳴き声が聞こえた。さあ焼き鳥バルログが生き生きしている。おっとさあスライディングもらって。さあ戦列客がないとあれ攪拌ないですからね。さあゲージを溜め切った焼き鳥。見てもしゃがむ上りジャックパンからサックから見せている。さあリーチテンションすかされた。うわトロカイつってテンションすかされて。うわさあ焼き鳥3連勝。あ、さっき負けたか。ごめんごめん。だからリアクションリーチですね。リーチじゃない ?22?22?22? ごめん。もう1個間違えた。さあ、チュンリー対バルログ。まあ、どんなカードかと言いますと、どんなにレベルが上がっても空中戦があります。これだけは間違いない。さあテンション拾って、うわーすごくいい重ねだったがもはや食らってくれない。さあ乗っかった踏みつけ、あの技も大概である。さあどういうことですか今のは。さあ楽しんでいるぞ。あそこでなんかピンタ出してるの何なんですかね。さあ全然重なっていないけど、この重なっていない背中蹴りもなかなかに強い。さあバルログだけに許された
投げを受け身取られてもまだ前に飛んでストループが始まるという。さあ前に打っちゃった。これはしかしおお中足が振った、位置が悪かったですね。さあヒデが勝ってこれでリーチ。さあ背中蹴り投げる中足。さあ弦が置いてあってここまではヒデ君のペースが、まあ、戦列があるのでここはちょっと我慢。さあヒデ守りきれるか。転送ここは引きつけていく。まあ、バルログも逆転を狙おうとしたらやっぱりスパコン絡みになりますので、あそこはいい読みだったと言いましょう。さあゲージが何もなしでたまできる。さあゴロゴロして、まあ、飛行圏に合わせて今日に行くというのを考え始めた。さあ高め暗い投げ投げる、あそこおおこれは。さあ今度は下がる、うわ急に前に来る。あおっと運がいい、ヒデがリーチ。さあスライディング、あさあ焼き鳥はずっとバルログでしたね。飯沼対2回転です。飯沼 1P。4立ちする線で2回転から完全にラデプですね。さあサガット対エスバイソン、メガネ、あらさあ実況に戻りましょう。このオアがねやばいんですよ。大丈夫ってどんどん、あしかしあーラウンド取ってる、狂ってますねこの技。オアって言いながらこかしてますからね。さあサガット側の戦略はどうすればいいのか私には分かりません。なんだこれ。ひたすらオアオア行ってくる、そして飛んでくるオアさあ飯沼さんがとりあえず1本取られて、さあ今度はどうする。やはりメインキャラでいくか。さああのオアをどう切り返すかが肝になるのかなっても思います。相打ちが痛い。さあ行ってガードしてるのにヘリがおかしい。さあアントビできてないがフォローバッチリ。さあ短波ういってひたすら如意棒を出すだけのお仕事。あれですね、すごいあなたは如意棒を出すのが得意なフレンズなんだねって思わず言われてしまいそうな。ガゼルカ行ってはいはいはい行って、うわ早い。さあ飯沼さんは DJ 続投か、それとも同キャラをかぶせていくスタイルなのか。
まあ任せますよ。あ、X バイソンですね、これは。さあ、うわ、いって強制ダウンがかかるオア。さあ、痛すぎる。さあ、ゴチゴチ何もしたいなら掴みますよと言って、いやー何これ、ニカさん実は S バイソンの方が強いです。さあ、さっきものじあいでヒデとしこたま S バイソン使って俺ボコボコにやられました。 X バイソンより厄介ですね、はっきり言ってしまうと。いやー、掴んでいく3連勝。いや、あのオアが強制ダウンになるんで痛いんですよ。で、あれがね、本当にね、ノーモーションでね、終わってくるからね、すごいね、きついんですよ。今まで見てる動きと違うっていう。100連勝、あのもう出し切ってる状態のオアだと、あの下手したら一本負けします。大100です、でもそうなりますね。で、できてない状態だとこっちが一方がしてるんですけれども、結構やばいですね、それでも。うえーでんでんでん、いって。そして芋掘り、芋掘り。そして相打ち OK のオア。ニカさんが笑ってます、気持ちよさそうです。さあ、コカスオアって言いながらね、伸びてるパンチなのにこかしてるのがやばいですね、このキャラ。さあ、大ヘッド、うまい、うえー、いや、いって、やばいやばい、ピオリージー、あー終わってしまった。ニカさんが4連勝。さあ、次はニカさん、どこをやります？斜め下、小江戸レジェンド。先方キャラだって深刻で、はい、OK です。レジェンドさん、リュウ、小江戸さん、ダンディですね。いやー、楽しかった。リカさん、完全に気持ちよさそうでしたね。これが6試合目、小江戸対レジェンド。レジェンドが 1P 側ですね。さあ、次の試合も考えておきましょう。次は焼き鳥対無限です。じゃんけんしといてください。おーっと、これはいい透かしだった。コパコパ大パンが漏れてしまう。さあ、どうなる。目の前のぐるぐるをなんとかしないといけない。これが竜の難しいところ。さあ、小江戸さんはいろんなサブキャラ使ってかなり楽しそう。おっと、大足、ここでレジェンドが優勢を保ったまま画面端からだんだん逃げてくる。ダイヤシもらって、ここは詐欺っている。さあ、スクリューもらう、弱だった、安いが竜巻昇竜拳。さあ、竜側はぶっぱ波動に頼らざるを得ないところがありますが、そこで見てからピーラリで回って2回転目を当てる間合いを残技は維持したい。ここでジャックパンは安いだろう。さあ、ボディ、バニーが漏れて勝利もらって、あー、さあ、レジェンド命をつないだ。うわー、大足かくったか。
おそらく硬直が強になってましたね。小江戸がザンギでまず1本、さあ龍1本でいく。さあスクリューが入って強スクリューはこんだけ減ります。さあ切り返した強スクリュー、おーピーラリースクリューが地球に優しい。大足、さあ竜巻まだ暴れる。残儀戦に関しては暴れ続けるのが正解とは言い切れない。さあ開幕飛びをガードしてしまうが勝利、切り返す中ゴス、そして逃げる。かなりリードを奪ったぞ。ファイヤーハローゲン見えない周りで打つのが正解。さあピーラにもらった、内野手近い近い、ダブラリ見てから、あーこの辺サブキャラですね。さあ開幕はおっと下が通る。さあ小江戸残儀がなかなかいい動き。レジェンド竜はこっからどうするのか、中ボス、おーっと高すぎた波動拳、これは厳しいぞ。やーっと真空もろぐらい、欲張った。これで1-1。さあ小江戸はガイル、小江戸ガイルは東西戦にも出たことがありますね。さあ大足からの、さあ飛んでくるチューパン様、そばっとそばっとと目の前でダンスを踊ってくる。さあ小江中が空を切って、最後はスタブ、ソボット対策のタッチューキックが見えたが、ちょっと噛み合わせが悪かった。さあ上が出ていないぞレジェンド、どうする、中足ペチペチ、おっと水準強キック、これうまい。さあ勝利からのダブルサマー、裏にはいかなかった。小江戸が2勝。無限対焼き鳥か。さあまだ龍1本、おっと竜巻に対して抜けませんでしたね今。さあ投げられて受け身がなし、ここは待たれている。上級者もよくやってくるソニックを追いかけてガード確認でしゃがみコパン先端という連携、あれは昇竜拳をもらわない結構安全な選択なんですけども、サシシはそこでファイヤー波動を最速で打ってモーションで透かしてからの、おっとこれは届かない、燃やして逆転というのがありましたね。さあ開幕中立か、3段ここはバレている、そして3段で死亡、これで2-2。先にリーチをかけるのはどちら、小江戸まだサブキャラ X 姿が出てくる。さあ上ショット、サガット対竜は最終的には詰みに近いんですけども、途中まではかなりサガットいけるところありますからね。
さあ飛びがない、アーパーかガード、ナイスガード、めくり竜巻はガード。さあどうする、こうなると真空を使ってほしいサガットはシャショット打ちまくることが多いが、うわーこれは出ても負け、さあコエドサガットが1本、どうするジャンプ供給が届く、タイガーショットもらって2位が入るがピオラない、さあレジェンドもさばけるかどうか、高いダイヤシもらう、アパカガード、あのアパカは真空があると真空で確定もらいますからね、危ないですよ、空達をしゃがむ、さあどうなる、これは飛んでくる、タイガー下が当たってこういうのが下がりリーチ、さあ開幕タイガー、タイガー上ショットが当たって昇竜拳、竜巻昇竜はこの試合かなり強い、それぐらいタイガーショットの隙が絶大にでかいということ、さあ遠距離戦波動打ちまくる、真空合わせたがなぜかフルヒットしない、もっと高め当て昇竜拳アパカで体力いい勝負になった、画面端を追い詰めるファイアハロー、空達はさっきから空振りまくり、おおなりません、なりません、ジャンプ強パンが使っただけです。さあ流線は下がっと足払い対空をうまく使っていきたいところ、さあ2位が暴発か、うおしかし最速で打ち返してくる、さあレジェンドゲージがギリギリたまらない状況、昇竜になっちゃう、さあどうする、端っこ、コエドサガットが前に行きまくる、さあこれは大足、足をペコペコ振っている、スタイガーどうする、ああ打たされた、おーっと投げる、レジェンドが取り返す、これで3対3、さあファイナル、やっと出てきた、さあ龍対ベガ、開幕はジャブでダブルミを止めていく、さあコエドベガは基本的には青がメインから、ユーベガさんがいるときだけ変えてます。さあうまい、今のはうまい、投げ返した、さあ真空怖い状況、しかしナイトメアが溜まって、ここは溜まっている、うわーっとからの、あー今のはレンガにしないと危なかった、が先にリーチをかけたのはレジェンド竜、さあ開幕の夢合い、またしてもダブル2、おいい逃げ方、あれは追っかけられないですね、さあどうなる、踏んづけた、ビオラないが、おお、さあ差し返しの本屋になる、投げる昇竜、これはうまい、バレバレと言わんばかりの昇竜拳、これは連続で技にはいけない、さあミドル入って、うわー今の踏みつけはお見事、最終ラウンドどうなる、開幕ファイヤーでこかしたがダメージは取られる、投げて昇竜警戒した、これは高すぎる、
おーっとスライディングが持続重ねになっている。勝利拳切り返した。ゲージがもうちょっとで溜まる。ナイトメアとりあえず使った。さあ上り中盤どうなる。うわ当たらない。さあもうこういうの守りに入るかが最後踏みつけ。いい勝負だった。ワンピー無限ツーピー焼き鳥です。でピンク連打して、さあフルラウンドまでもつれ込みましたね。次ニカヒデですね。なんだこれは。さあ無限チュンリーという謎のものが出てきた。まずはヒョウが当たって当たってテラーが当たって、無限くんいろんなキャラを使うんですけどもどれもいまいち使えてないですね。まずはパーフェクト。チュンリー対バルログはチュンリー側に求められるスキルかなり多い。あっとさあテンションがすごいところ出てくる。テラー待たれてニハ2段では済まさない。投げる。さあ一瞬で取っていった。さあ衣装はグーじゃんけんほい。さあ無限が出してくるのはバイソン。バイソン対バルログは全然簡単じゃないですからね。さあここで打っているしゃが詰めはうわあのしゃがみ詰めは届かせに来る中のグランドに対して一方がします。ですがまあ目の前のジャックグランドは食らない位置で一応打ってますね。さあ投げて三角飛びしちゃう。スライディングゴロゴロヘッド切り返した。か露骨に掴みに行ったこれは上から傘がかぶさってこれ 2-0。さあナルシモ出す。さあ開幕は強スラスト。あれはバルロコの地上技にはかなり相性がいいですね。さあファイヤー燃えだぞが届かないんですよね。画面真ん中だと掴みに行った時のこのピーバク転が終わっています。さあもう一回使って投げられて、さあこれはさあ最後までスラスト。多分強スラストですね。あれはでも持続が長いのでゴロゴロとかは止めやすいですね。さあダルシム対バルログはあと三角飛びが漏れますね。さあ掴んで投げまくっていく。さあドリルこれはまたアップしても P バク転。あの技全く本当出ない。これは
ファイヤー打ってバックジャンプされる、届かない。無限が勝った。俺配信は見えてるんですかね、大丈夫かな、コメントがないですね。さあ掴んだのは無限、もうあれね、露骨に掴むに行った方がいいですよね。さあしかしこのドリルが結構いやらしい。さあイズナ入る。実はイズナの後ダルシムには重ならないんじゃないかという説があります。さああとで、そうですね、引き中パンだとテラもらっちゃうかもしれないからね、前大強パンで掴みに行くと。あさあ焼き鳥楽しそうだ。ブラスト食らったからのファイヤーを相模ガード、これはおーおさあどうなる、ドリル掴んだ、あるよ、投げ返す。投げ返すためにタチで食らったまでありますね。あとさあ焼き鳥バルドのモードが変わった。さあドリルをガード、テラーを打たせて、これはあー確定ですね。まだだよまだだよ。これで 1-3。 なんか落ちた。さあいきなりめくり起動、しかしヒョウの動画が悪くないですね。さあブラスト置いてある、インフェルノクラウヘールピーバク転にしなかったらいけないですね。ピーバク転だと食らうのは8強パンチが限度です。この辺がこの組み合わせのきついところ。さあスライディングぶっ込んでくる。さあ逃げ手段は全てバク転にしたか。さあテラ待っているが、おーっと重ねをしっかりガード、無限はまだありそうだ。インフェレノ飛ばれている、飛べるんですね。さあこれでリーチ、おっと爪、しかしガードうまいですね。さあテラ溜まっていますね今のは。うぅダルシム対バルログ、ゴロゴロゴロ、なんとなくローリングクリスタルですね。さあワンチャンなかった。さあこのままタイムアップもやばいぞ。チューチューテラー、うわスニングインフェルノ、うわー今度は投げ勝ったのは焼き鳥、これで 4-1。 誰マイク持ってる、マイクは小江戸さんですよ。
ヒデさんがチュンリーで、ニカさんがホーク。え？あ、ホンダ。さあ、ニカさんは X ホンダで、ヒデさんはメインのチュンリー。さあ、100列入って、100巻はテンションで落とす。さあ、バックジャンプダイパン。100巻を落とす。投げで死ぬ。さあ2ラウンド目。さあヒデさんは下がり機構。さあビンタダイク。ニカさんは基本的に結構使えるキャラ多いんですけど、ホンダよく使ってますからね。さあ100巻当たって垂直から大いちょう。さあ100巻入って死ぬ。さあ3ラウンド目、開幕図付きから。さあ、さあニカさんはとりあえずゲージを貯めてるのか。これはさあ気候体育。さあ下がり気候体育でヒデさんは盤石か。このままさあこのままヒデさんがまず1本。さあニカさんは S バイソン。さっきもこの2人これしこたまやってましたからね。確かニカさんが結構勝ち越してたはず。13連勝。さあ普段ニカさん X バイソンなんですけど、 S バイソンで13連勝と。さあ短波から投げ、テンションスカってバレている。さあ最後はヘッド。さあ X バイソンより無理とヒデさんが叫んでる。この組み合わせどうなんですかね。どっち有利なんですかね。多分 X チュンリ有利だと思うんですけど。さあ百列バリアと気候でこのラウンドは盤石か。さあダッシュストレートが強い。さあ時間最後は100列。ファイナル消えちゃった。さあ開幕飛んでくる。さあな、さあな、ダンパからヘッド。さあどうなる。うう、ヘル、あーさあヒデさん運がいいと。さあこれでヒデさん2勝目ですか。さあニカさん S ホーク。さあニカさんふざけてないと。死んだか。さあズボディから中ゲント。さあ最後は投げで死ぬと。さあ開幕ジャンプショッパンで飛んできたが落とされる。大キックタイク。さあ死んだか。さあ、ま、死んだか。これはあ
さあ三角投げはから投げ返すで3勝目。さあどっちなのか、 X バイソンなのか S なのか。さあメインキャラの X バイソンが来た。さあ S しかやってないから分かんないと言ってますがヒデさん。さあでかいタンパが入ってゲージ溜まったぞ。ニカさんはもうさあ投げで死ぬ。さあ100列と機構でゲージを溜めていく。グランドが入って大足。さあテンションバレている。さあ入る。さあ開幕飛んでいく。さあ100列にヒットが結構減ったぞ。さあニカさんはもうゲージを吐いてしまう。さあダッシュアッパーから投げ。おっと、あっ、さあ最後は戦列からヒデさんが勝つ。さあ次の試合が、ここですね。いいのはこれと。なんだ4立てされちゃったよ。あんま聞こえないんだこれやってると。はい OK、 それでも始めていきましょう。飯沼くんはこれ最後の試合ですね。さあガイル同キャラになってしまう。さあ試合を見ていきましょう。ガイル使いの中にはこのゲームで一番面白いのはガイル同キャラだという人がいます。さあ何どのあたりが面白いのかというのがなんかあんま減らないところでしょうね。さあ中足と大足が噛み合い方次第では、さあ詰めているのは高江戸ダブルサマー。これしょうがない、水残しちゃったら着信ためはありません。ガイルってキャラはですね、おうまい、いい連携だった今のは。さあ本当にかゆいところにギリギリ手が届くというなかなかの両キャラ。さあソニックの出際に中足ペチッと当たると一気に当てた側のペースになる。さあまあぶっぱで当たらない、歩き投げが通る。まずは小江戸が一本。次焼き鳥対レジェンドです。じゃんけんを済ませておいてください。さあ飯沼は DJ、 ガイル戦にはかなり自信を持っていた、かなり自信があるというふうに本人も言っていた。さあ前に歩いていたところにスワットが来るんですよね。これは かなり面倒くさいところ。さあ小江戸ガイルのしゃがみこパン先端当てが非常にうまい。
あれはさあめくり投げる、これはループがない、ちょっと近いか、ソバットがヒット、さあ盛り上がってきた。さあ余生を味わわせるのは飯沼、しかし打ちすぎると飛びがあるぞ。さあ中足ヒットして、うおダブルサマー失敗だが差し返しの形になった。開幕はスライディングがある、あれがあるのでエアスラを打たれてもガイルは操作油を狙いに行きにくい。操作油の剣はギリギリ入るんですけども、さあスライディング最低限下げ飛びには行きたいですね。あの後は行かないと一生陣地をされます。さあ裏剣置いてある、スライディングヒット、めくりはダブルサマーで落とされて、さあまあ最後もサマー、さあこれで2連勝。次レジェンド1人ね、さあエアスラ、開幕はこのエアスラに対してガイルは黙るしかない、黙らないとさっきのようにスライディングを食らってしまう。読み合いではありますが、リスクとリターンが見合ってない。今の垂直ジャンプ強キックいいですね。さあ端っこ詰めたぞ、さあまあ待っている、 DJ はどうしても強い飛びを当てたいんですが、さあスライディング対決した、スライディングもう一丁、ソニックをくぐってくる、このスライディングに対してどうするか。さあしっかりお手玉して、飯沼が取り返す、直接止めるんであればムエタイキック、もしくは中足が先に置く、届かないやつには透かして中足、この辺をちゃんと選ばないといけない。あ DJ はしかし届かない間合いの中足潰しはいっぱい持っている、下手をするとスライディングをもらいますからね。さあ打ち合いになって、打ち合いになっているだけだと体力勝っている方が優勢。さあ飛び届く間に合わない、ソニック打って、これは投げが入るが、おっと勝負のジャックナイフに安かった、これはちょっと届かないか。スパーコンでイーネモが2連、やっと勝利ですね。さあ何が出るか、ザンギー、ホエドザンギー、さあヤスラ、さあ DJ 対ザンギーはかなりいい勝負だが、しかしザンギー有利だと僕は思います。まずはスライディングとダイヤ縛らいの相性ですね、この辺が難しい。しかしこのエアスラという技をうまく使うことでその辺は全てカバーできてしまう。さあエアスラ当たって、おっとコンボがおかしいぞ、そんな確認できるのか君は。おー漏れた強パンが強いが強そばと、おわーしゃがんでパイいる、逃げ出す。あそこはザンギ側も慎重にいかないといけないところですからね。さあスライディング、ダイヤ足に差し返しになってしまう。ダブラリにもスライディングが入ると今度はザンギ側はかなり遠い前から勝負を仕掛け始めることになる。さあ潰されて、おーいけない。さあ小江戸、これはでかい魚を逃したんではないか。さあどうなる、あと一発
DJ を、あー台足通ってしまった。これで小江戸が3勝。まだだよ。さあ飯沼も負けてはいらんない。 DJ を出していく。三義戦はめんどくさい。 その一言につきますね。めくり強キック入ってコンボミスったけど、あそこはキックボタンを押さなければいいだけなんですけどね。さあ社会中エアソロとヒットしていいねもが取り返す。もしくはあれですね、コパコパ壊しマシンガンをミスったかどっちかですね。メインキャラなんでその辺は練習してもらいたい。おっとバレている。大足もらってフィオッタファイナルアトミックバスター。さあ飯沼はちょっと考え込む。どうする。さあバニバニスクリューからの画面端、もう一丁バニバニ職人。さあむちゃくちゃやってくる。なんだこれは。こういうのがぐちゃぐちゃにしてローキック連打。勝ったのはこういうのは、なんだ今のローキック2回使ってさあそれではレジェンド対焼き鳥 1P2P は決まってますか。はい、じゃあ、緑色のボタンでリセットしてください。なんか沼さんがいますね。沼さんがいますね。怖いな。獲物を狙っているアリ地獄みたいな感じでいますね。レジェンド流対焼き鳥バルログ。今日は完全にバルログ使いです。犬沼小江戸は小江戸が4の犬沼1。さあゲーム打っていきましょう。さあレジェンドリオもですね、名古屋出身ですので、名古屋かどうかわからない、とりあえず愛知県なのでバルログの国ですよ。そこは魔王がいる、魔王とやってたかはわかんないですけどね。さあ歩き投げ竜巻昇竜、これ間に合わないんですね。さあ空達、おっとピーバク転で逃げ出す。非常にクレバー。さあダイヤサイクルが出なかった。おっとさあおお聖剣のスカリを見逃さず前歩き投げ。バルログってそんなことしなくても全然強いのに、バルログ使いのめちゃくちゃやりっぷりがやばいですよね。さあどうなる。さあミドルから中足ひょーっと掴んで相模中盤が出ている。高め助かった。さあ焼き鳥は基本的には地上戦めんどくさい。投げる中足は完成してませんでしたね。まずは焼き鳥勝利。さあこれは V スラの位置だがそういうことはしない。さっきは歩き投げ、今度はタッチキックと使い分けていく。さあ波動拳を見てから飛べる前がいます。ここがやばい。今の前はちょっと遠い。そうですね、ジャンプ中盤しゃがみ中詰めですね。うわあ歩きが速すぎてこれは厳しい。
3ヒットして投げるピオル、おっと回復した、ゴロゴロ、お電話、あーあーあああ、さあこれで0-2、さあ相手側に飛ぶ、このタッチューキックを使われると龍は戻りにファイヤーを打ちたくなる、そこを狙って飛ぶのが昔のバルログですね。うわー逃さない、波動だったらガードしちゃうよという前取り、そもそも歩いてしゃがみ中詰めが、うわー厳しい厳しい、さあ大石昇竜出直、あっと受け身は取ったがスライディングぴったり噛み合う、さあ勝利もらった、奥攻め殺せない、冷静だ、焼き鳥の防御が際立っている、さあ見てから飛んでいる、これで 3-0、 あれこれヒデ君まだ負けてないじゃん、なんだと、さあ勝利拳からの投げる、おお前飛びだが投げられて投げられて、足払いを本当に見てからやってますね。さあ波動拳には付き合わない、さあ大栄揃えた、ここも暴れないしゃがみ中詰めだけで、おっとナイス処理、さあレジェンド竜一矢報いうことができるか、あーダメだ、起き上がり固い、投げる、その妥協の投げがまた非常に面倒くさい、投げる橋に投げまくったが、おっと竜巻受け身がないぞ、アッパー真空使って第5つ投げる、さあ一本取り返した、じゃんけんしたっけ、はい今日はグーじゃんけんぽい、はいぽいぽい、チョキ、さあこれが最後となるのか、バルドムはでも竜巻の対処はかなりめんどくさい部分に入りますね、しゃがんでると技がしゃがみ強パンしか当たらないので、うわうわ、そもそも地上が成り立っていないのに波動まで飛んでくるという、さあどうする、スライディング安全な爪、うわ前飛び、さあどうなる、おっとファイヤーもらったからのターテラ、そして逃げるやつ、お投げが通ったが、ダイヤ竜巻ダイヤシー、うわっさあ真空あるが中腰、中腰真空打ち切った、中腰投げる、今のは中腰を食らって思わずテラーのためを消してしまったという感じでしょうか、さあ空対空も負ける、これは残念、テラー非常に反応が早い、昇竜拳からの今度埋まらない、投げる投げる、さあタスキョウ詰め、タスキョウキック楽しそうだった、
さあ焼き鳥が勝って4-1ですね。はい、じゃあ次はニカさんと無限くんです。はい、さあムゲンさんは、はい、さあエクスバイソン対キャミニカ、キャミね強いんですよ。さあやっていきましょう。さあワンが落とされるがヘッドはしっかり対空、キャノンスパイク投げる、打ち身ない、打ち身ないな、まずい。さあヘッドを切り返したが、さすがにそのタンパー見られている。フーリガン、これは見えない。基本バイソン側はしゃがんで待ってることの方が多いので、ちょっとフーリガンの対応ちょっと大変か。代々決まって、さあヘッド待っている、ぴょんぴょん飛んでるように見せかけて実は待ってるんだぞと。さあこれは完全に噛み合ってしまった。噛み合ってしまうとこういう感じの試合展開になってしまう。これがバイソンキャミ。さあキャノンサイファイナルアローで寄っていくが、さあ投げる、ティミなし、ちょっとおっと投げ失敗か。さあ擦ってる擦ってる、そしてなぜか超ガン下がり。さあ相打ち、さあぶつかったよ、うっ、あーこれは苦い顔のニッカさん、あさて、さあ来ました、逆。さあ俺が本当のダルシムを見せてやるよと。さあいいですね、あのしゃがみ中パンかなり冷たいです。あれは別に地上でガードになってもその後の間合いがダルシムの前にほぼほぼなってるので全然 OK ですね。さあ見ている、冷静ですね、ダルシムはこうやるんだぞとお手本のような感じでやっていく。さあ開幕中スラストは超強い。さあここからいい連携ですね。さあさすがにヘッドは見ていて、この画面端ファイヤーモードは難しいが、さあ突っ込んできた、しかし確定、ゲージが溜まってない、これはしゃがみに食らってしまったか。さあ無限、さあ無限さんが何で来る、あ小江戸さんじゃんけんしときましょう、次最初はグーじゃんけんぽい、じゃあ僕こっちで OK です。さあ出てくるのは無限ホンダ。さあニカさんはね16キャラね全部ねまんべんなく使えるのでキャラ体もバッチリでしょう。さあ投げて、あそこはあえてドスコイしてきたところはゆるどりで、さあ達成で確定、インフェルノ全部見えてますよと。さあ大スラストコパンかな、痛えなあの連携。さあこっから、さあ張り手が出ないマン、おー突っ込んできたが、これは高めぐらい投げかく。さあこれはガード、投げ返したくなるような局面だったが冷静2連勝。さあ今2-1ですね。
さあ青パンじゃないサガット、自分から冷酷神髄カードにしていくスタイル、これはさすがに厳しいぞ。91はある組み合わせ、自分から冷酷にしに行っていくスタイル。さあ撫でかくて、さあ飛んでくるが、そうですね、落とされてしまいます。コスラ中スラスト安定です。さあ燃やされて画面押される、これだけでもかなり苦しい。さあこれは一発目当たったがそこまで止まり、さあ苦しい画面端、なすすべがないのか、どうする、おっと、あーくぐってないで冷静ですね。さあダルシム同キャラ戦になるのかな、きっと。さあダルシム同キャラ戦、これ完全五分ですからね、お互いの技量が試されるところ。さあこれはダルシム、ダルシムってあんまり解説したことがないのでちょっとわかんないですね。さあこれは空中で5ヒット超いて、そしてゴシゴシして、何はミスったか、しかし体力リーダー十分、チョップで落とすがまだまだ安い、噛み合わない感じか。さあしかし相打ち、最高目は無限さん、さあお互いにゲージ回収から、さあ鋭りがお互い確定して、チョップ落として、さあちょっとバカになったが、さあこれは止めるが粒を落とせない、熱い、うっ、これはどうなるんだ、あー残る、残った残った。開幕はお互い様子見る。さあチョップ対空がうまいですね。さあ投げて、これは打ち身バッチリ、ゴシゴシじゃなくてよかった。さあこれは見られてて落ちない、さあ相打ち、飛んでるだけだと全部落とされるぞ、あーさすがに。さあ4-1ですね。じゃあ小江戸3対比で最終ですね、いきましょう。おう、ワンピーヒデ、ツーピーコイド、とっとっとっと、それでは最終試合、さあヒデ君がやっとサブキャラ1体目竜を使っていく、そして小江戸ガイル、相模中盤に昇竜拳、さあ明日を見ない、明日を見ないプレーだ、バーサスのオレンジ竜みんなこんなん、うおこれはひどい。さあ開幕前に歩いて何も見ない竜巻、そこおい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 、さあ何のために飛んでいるんだ、中和サイクルして竜巻、とりあえず
俺の番だと言わんばかりの。さあ全部竜巻、そして昇龍。さあ読めない読めない、ダイヤスタイク、ここうまい。あらあらあら目の前で技を使っちゃダメって言いませんでしたっけ僕。目の前で使ってはいけません、疎通の鉄則です。さあまあさっきは竜巻が来たところ、ここは警戒していく。さあまあさあ確認はしっかりしているが、その後の連携が怪しいぞ。さあ見えない前で波動拳、昇竜拳が出ない、空対空ダイヤシーなんだ。おおダブルモノぐらいからのめくりを食らって、まずは小江戸が一本。さあどうする、まあ終わるまでに決めてくれればいいですよ。お、なんか変なの来たぞ、ヒデブランカが、このかぶせ野郎ですね。さあ空対空されてスライディング、先取りにちゃんとしてますね、うまい。さあしかしここはサーマー、おお、そこガードしちゃう、スタブもらって、うーわざわざコパンにしてるんだから、からちゃんと確認してほしいですね。お、いい体育、上り強キック、これ前スライディング、詐欺飛びにはなっている。なんだなんだ、ダブルガードローリングにした、あそこはバーチカルの方が近いからいいですね。スタブスタブ、そうなんですよ、スタブ見えないんですよ。スライディングに行こうとしたところにスタブをもらって、あこの野郎と思ってもう一回スライディング打ったらスタブもらうみたいな、よくありますよね。おっと噛みつかれてヒデブランカが優勢、スタブ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 おじさん、サマーからのうわーうー、ローリングを我慢したが状況が悪い、めくりに行くさあヒデブランカが謎に勝利、コエドはどうする。お、小江戸流、さあジャンプ強キック、竜巻ぶっ放していく、勝利拳、さあ見てから飛び、これは今あと、いかにチュンリーのコンボが簡単かということが分かりますよ。これでブランカの3段は本当にギリギリです、試し時間。おー、ダイヤシー、昇竜拳、中ゴス、あー噛み合った、期待値ね、真空があるから負けてますからね。ファイヤーもらう、しゃがみ10番波動、ここはね安全な連携。おーっと、いい空対空、昇竜置いてある、あはははねりちゃぎ重ねからの5パン歩き投げ、パーフェクト、さあ第5スライムグッチさんの技、ダイヤシーダイヤシー、昇竜拳ファイヤーハード真空これはある、おお、あー出ない、あーありそうだったな。小江戸竜が勝って、あそこの3段むずいんですよ本当に。
同キャラやりたい。いいのかそれで。さあ3体目まで遊んでいく。さあ開幕ファイヤーで燃やさの火でがダンプ供給が高かったか。せっかく詐欺飛んでるんだからコンボはちゃんと入れましょうという、この辺ができないのがやっぱサブキャラの悪いところ。竜巻相模小判昇竜拳、うおー竹江昇竜真空返す。あれ返しやすいんですよね。さあ小江戸の動きがリスティだかエスクスパーだかそんな感じだぞ。沖昇竜対超早らしい中ゴス上り飛行機嘘だろ。おい何これ、これはひどい。さあ真空うわいやー必殺技出すのはうまいですね。出すのうまいかな、相模コパン勝利権になってるもんな。さあ小江戸がもう脊髄反射だけで動いてる。昇竜拳あー投げた、中足置いてある。さあ2-2。さあ小江戸 DJ、 これも東西戦で見たことありますね。ベガ使いは DJ を使う人が結構多いんですよね。普段苦しめられてるからこんなに強いキャラいねえだろうという、そういう考えなんでしょうか。おお壊しマシンガン撃っていく。おいケザミスいいだろう、普通にマシンガンで割る場面。あれ投げが通ってあるのか、あるのか、ここは打ちすぎた。さあ開幕踏まされた、飛びがうまい。そしてまだ昇竜拳めくり竜巻、あのめくり竜巻を食らうだけでいきなり画面状況が非常に悪くなる。本当に腐った技だと思います。さあジャック拾えないが真空食らってしまう、スライディングの隙に確定。さあジャック落としてめくりが来るぞ、うわー、これで先にリーチをかけたのは小江戸。出たよ。まあ最後はチュンリーでしょう。投げるワンチャンありそうですね、まあ、チュンリー対 DJ はチュンリー有利と言われておりますが、投げるうまいですね、うまい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 。ここはしかし見られてヘール、一気に逃がせん。さあしかし歩き飛びがうまかった、ゲインキック届いて下がり飛行拳、この下がり飛行が強すぎる。さあエアスラと飛行拳打ちまくってゲージ状況が全然違う。こんな強いスパコンがこんなに早く溜まっていいわけないんですけどね。さあ落ちない、落とす技が見当たらなかったが、ゲインキック最後は戦列。さあ両者リーチ、ヒデはこれで勝って全勝できるかどうか。小江戸も全勝がかかってますね。さあ一発勝負だったらわからない、うわー
痛え。背中蹴り、おお、スライディング。しかし無情の百列。さあサイコクラッシャーが相打ちになる。踏んづけ、逃げる。うおっと届いたが最速で飛んでくる。投げる、ここはーっと残りがに当たってしまって百列。うわー、振り向き戦列転生客背中切り、投げる。なんとヒデ全勝で終了。焼き鳥さんも負けてるから全勝はヒデくんだけですね。ヒデくんだけですね、全勝は。優勝というわけでいかがでしたでしょうか。まあ試合数結構ありましたからね。はい、順位、あ、じゃあ順位つけますか。じゃあ、焼き鳥、焼き鳥にか、お江戸で、飯沼、まあ、レジェンド、無限、で、ヒデ。焼き鳥が、いや、全部14の7、僕が12の5、小江戸さんが15の10ってことで、これが7じゃん、これがプラス6やん、プラス5か。で、飯沼くんが2の12、そしてレジェンドさんが4の12、4の12、ヒデくんが12の5、あ、プラス7で、プラス7、マイナス10、マイナス8、マイナス8。お、焼き鳥ヒデで五分なんだけど、まあ勝ち数が多いのでヒデ君優勝で。この野郎。というわけで、とりあえず今日のイベントはここまでとさせていただきます。結構かかりましたね。はい、皆様参加お疲れ様でした。ありがとうございました。配信見れてたのかな、反応がなかったですからね。まあいいや。じゃあとりあえず今日は、配信ここで止めさせていただきます。皆様ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。